はい、今ですね、タイのチェンマイにいます。本日2015年の、10月の14日水曜日です。今チェンマイの旧市街の中に今いるところなんですけど、あのダルドホテルの前をいます。あのダルドホテルの前ね、まあこんな感じです。で、今ターペン門の方にね行こうと思ってます。そこから旧市街は外を出ようと思ってます。その前にインターネットカフェを探してるんですけどね、なかなかなくてですね、タイ料理屋さん結構ですね、ここら辺なんかちょっとローカル的な感じのタイ料理なかなかいいですね、結構落ち着いてます。この旧市街なんかね、あんまり人いないんで、タイのバンコクなんかだとねいっぱい人いると思うんですけどね。2回目です、チェンマイに関しては、4年半前に来て2回目。マッサージ屋も多いですね。でなんかちょっとおしゃれっぽいね雑貨屋なんかもあります。そっちがねゲストハウスもあります。インターネットカフェがね、最近みんななんかそのラップトップとか要するにパソコンで持ってきて Wi-Fi で繋ぐ人多くなったんでね、インターネットカフェ自体がなくなってきてます。どっかないかな。で、これおしゃれなカフェ、ネットでその女性、白人女性やってるんで多分ネットが使えるんでしょうね、Wi-Fi で。今まあ基本的にね、日本はまあ Wi-Fi 使えるところはまあ多くないと思うんですけど、世界ではまあ観光客がいるところに関しては基本的に Wi-Fi が使えるレストランが多いわけです。でこの辺りはチェンマイの旅行会社、まあ、結構あったりします。あとレンタルね、いいですね。ここら辺のバイク、ホンダのやつとか借りてね。インターネット、おお、あ、この辺りね結構多いですね。いいですね。なんかこの辺りゲストハウスよかったかな、逆に言うと。うん。